BTS、防弾少年団、全メンバーが年内入隊と報道。セブ空港からインチョン国際空港に向かっていたチェジュ航空 7C2406 便で乗客が暴れ、非常口を開けようとしたがすぐに乗務員に制止される。芸能人特別待遇見切れ席などの問題勃発の中、主催した現代カードの副会長、ブルーノ・マーズとの2ショット公開が話題。ブルーノ・マーズ公演主催の現代カード側、芸能人の特別待遇問題に招待していない。壁ビューの見切れ席については返金予定。KBS 歌謡祭りの日本開催報道を受け、視聴者から撤回要求請願が勃発。KBS は公営放送ではないの。どんな思いで日本で年末の舞台をするのか理解できないなどの声。イッチのファン、JYP 社屋前でトラックデモ中。変わらないスタイリングアウト。メンバーの長所を活かさず実力のないヘアメイクショップを交代しろ。空白期でファンは疲れた。わからないなら覚えろ。上半期下半期に一度ずつカムバック。KBS 歌謡祭り、今年は日本で開催と報道。